太郎町は岩手県下平郡に置かれていた町である。2005年に宮古市と合併して廃止された。太郎は津波太郎の明治三陸津波では、県の記録によると太郎村の345戸が1件残らず、流され、人口2248人中83%に当たる1867人が死亡したとある。生存者は失業中の漁民や山仕事をしていたものが、 ほとんどであった。津波後、村では、震災義援金で危険地帯にある、全集落を移動することにした。しかし工事にかかったところで、義援金を村民に分配しないで工事に充てることの、是非や、工事の実効性に、村民から異論が続出し、点計画は、中断を余儀なくされた。そして結局、元の危険地帯に、再び集落が作られた。 1933年の昭和三陸津波による太郎村の被害は559個中500個が流出し死亡、行方不明者数は人口2773人中911人、一家全滅66個と、またしても三陸沿岸の村々の中で死者数、死亡率ともに最悪であった。東大教授、今村吉常博士ら学者の助言に基づいて、 当時の内務省と検討局が取りまとめた復興策の基本は、集落の高所移転、すなわち、根治並びに、明治29年における、浸水線以上の高所に住宅を移転することであり、また移転のための定理の宅地造成資金貸し付けなどの措置も取られた。太郎は当時としては、規模の大きな村で、全村移転は、敷地確保が難しく、周囲に適当な高台もなかった。 海岸から離れては、主要産業の漁業が困難になるという問題もあった。そこで、当時の村長、関口松太郎以下、村当局が考え出した、復興案は、高所移転ではなく、傍聴堤建造を中心にした計画であった。費用は、大倉省から、被災地高所移転の宅地造成貸付資金を借り入れして、傍聴堤工事に充てることとした。家々を取り囲むように、 避難所でもある防潮堤が存在していた。第一期工事は1934年に開始された。高台移転案を基本とし、当初は難色を示した国と県も交渉の結果費用負担に同意し、2年目からは全面的に国と県が公費を負担する公共事業になり、建設は順調に進むかと思われた。 しかし日中戦争の拡大に伴い資金や資材が枯渇、1940年には工事が中断する。戦後、町を挙げて関係官庁への陳情を繰り返した結果、1954年に14年ぶりに工事が再開され、4年後の1958年には工事が終了し、帰港から24年を経て、 全長線350メートル、基底部の最大幅25メートル、地上高7.7メートル、海面高さ10メートルという大膨張堤が完成した。その後も増築が行われ、実に気候半世紀後の1966年に最終的な完成を見た。走行時費は1980年当時の貨幣価値に換算して約50億円に上り、 総延長2433メートルの X 字型の巨大な防潮堤が城壁のように市街を取り囲む壮大な防潮堤であった。1960年に襲来した地理地震津波では三陸海岸の他の地域で犠牲者が出たが本地域での津波の高さはわずか3.5メートルであり堤防には達しなかった。しかし翌日の報道では堤防がこうそうして タロウ地区の被害は警備にとどまったとされ、これを機に、防潮堤への関心が高まり、海外からも視察団がやってくるなど、タロウ町の防潮堤は国内のみならず、世界の津波研究者の間でも注目される存在になった。昭和三陸津波70周年にあたる2003年3月、町は、災禍を繰り返さないと誓い、津波防災の町を宣言して、記念の石碑を設置した。 同地区出身の田畑義による津波天電湖の紙芝居活動をはじめとする児童への防災教育や年1回の避難訓練にも力を入れ防災の街として全国的にも有名であった。その後2005年に太郎町は宮古市に編入され消滅した。2011年3月11日の東日本大震災の影響に伴い発生した津波は 午後3時25分に太郎地区に到達した。海側の傍聴堤は約500メートルにわたって一瞬で倒壊し、市街中心部に侵入した津波のため地区では再び大きな被害が発生した。目撃証言によると津波の高さは堤防の高さの場合あったという。市街は全滅状態となり、地区の人口4434人のうち200人、近い死者。 行方不明者を出した。立派な傍聴堤があるという安心感から、帰って多くの人が逃げ遅れたという証言もある。震災から半年後の調査では、住民の8割以上が市外の高地移転に賛同しているという。太郎公、ありがとうございます。